受賞者を代表し、瀬島和代さん、西澤隆恵さんよりご挨拶がございます。本日は 日立宮妃殿下のご臨席を賜りまして日本美術協会国際顧問の皆様推薦委員選考委員の皆様そして多くのご来賓の皆様のご参列のもと第33回高松宮殿下記念世界文化賞という大変栄えある賞をいただきましたことを大変嬉しく思います一緒に受賞されましたジリオ・パオリーニさんアイ・ウェイ・ウェイさんクリスチャン・チメルマムさん ンンベンダースさん皆様を代表いたしまして、誠に僭閲ではございますが、一言感謝の気持ちをお伝え申し上げたいと思います。本当にどうもありがとうございます。私たちは建築の設計を専門としますが、建築はさまざまな関係性について考えて、それを空間で示すものだと思っております。この世の中の世中多様な人々一人一人々一一が尊重され そして同時に一緒にいられる空間を作りたいと試行錯誤してまいりましたで、そしてそれをエンジニアの方々、施工の方々そして使い続けてくださるたくさんの方々と共同により実現することができたと思っておりますこの場をお借りしまして皆様に御礼を申し上げたいと思いますしかし考えてみれば建築だけでなく ジャンルが違っても芸術というものは多分多くの人々のためにそして多くの人々と共に実現されるものではないかと思いますそういう意味でこの賞をいただきましたことをとても光栄に思いますと同時に社会の中でそういう活動をできることを本当に感謝申し上げたいと思います本日はどうもありがとうございます